イスデザイン&フィールドのキーテーブル。今日はこのテーブルの、説明をしたいと思います。パーツは2種類です。足と天板、これだけです。それぞれに磁石が埋め込まれています。この磁石によって組み立てが可能です。じゃあ早速組み立ててみたいと思います。脚部にはこのようにスリットが入ってます。これを十字に組み合わせてください。十字に組み合わせたら地面に置いてください。そうしましたら次は天板です。天板も2枚のものが1枚に磁石でくっついています。はじめは開くときにちょっと力がいりますが、慣れると簡単に開くことができます。そして天板は1枚ずつ乗せてください。このように、大体の位置で乗っけた場合でも磁石の力できっちりも組み上がっちゃいます。基本的にはひっくり返しても落ちないぐらいの強度がありますが、素早い動作だとバラバラになる可能性がありますので、できるだけ両手でゆっくりと扱ってください。次に片付けの方法です。片付けは天板から外していきます。片付けの場合は2枚を同時に両脇の方から曲げるように持ち上げてもらえば外れます。そうしましたら逆に折りたためば内蔵された磁石で1枚になります。脚部は磁石が入っていないので簡単です。以上で、組み立てと片付けが簡単に行うことができます。ダイスフィールドデザインの、キーテーブル以上です。